はい、白です。今回ですね電力圧縮空気で蓄電するシステム稼働静岡県で再エネの出力変動対策にという話題なんですけれどもこれがですね今までちょっと蓄電システムとして電池リチウムイオン電池ですとかあと私がこのチャンネルでもですね、えー、何回かいろんなこと,ところでニュースの一つとしてお話ししています、えー、燃料電池水素を使ったね貯蔵システムというものに 加えて、こういったものもやり方としてあるよというニュースなんですね。非常にこれちょっと面白いので、えー、ぜひ動画に撮ろうと思いまして、今回え動画に撮ってますけれども、ちょっと本文読んできますね。再生可能エネルギーで発電した電力を圧縮空気として蓄電するという新しいシステムの実証が静岡県で始まった。ネットプロジェクトとして早稲田大学エネルギー総合工学研究所が実施するもので、再生可能エネルギーの新しい出力変動対策として期待がかかると。 で再生可能エネルギーの導入拡大に伴う出力変動対策として、出力変動というのはです、ねまあ、あの風車、風力発電なんか特にそうですけども、風が吹いてるときはいいんですけどね、吹いてないときは全然動いてないと、で吹いてるときもあの電力の発電が大きすぎて使い切れないと、あの放電しないといけないんですよね。なので、大規模な蓄電システムを運用する技術開発というのが必要になってくるんですね。でこれが進んできていると で大型のリチウムイオン電池システムなど,がなどを活用するのが一般的な新,新しい技術として、圧縮空気を活用した蓄電システムの実証運用が、静岡県鴨茂郡河津町で始まった、気象金属や有害物質を使用せず、空気と水しか排出しないというクリーンなシステムだということなんですね。あのー、やっぱり気象金属、これはです、ね、燃料電池を発生させたりとか貯蔵したりする場合にこう使われたりしますし、 まあ、有害物質もちょっとね、使ったりすることが多いんですよね。これ、リチウムイオンなんかもそうですけどもね。で、実証に取り組むのは、早稲田大学エネルギー総合工学研究所だ。新エネルギー産業技術総合開発機構、などプロジェクトの一環として実施するもので、2017年4月20日から運用開始した。これもう、本当ちょっと前ですね。えー、今日が20、えー、2 0日なので、2日前。 ですね。から運用を開始したばっかりです。実際の風力発電をと接続し、出力変動対策への効果や制御技術を検証するという形ですね。で、こんな感じのシステムです。で、ここに人が乗っているので、かなり大きなタンクが結構ずらっと並んでますので、それなりに場所は食うのかなという形なんですけどもね。で、ここからがね、結構面白いんですよ。圧縮空気エネルギー貯蔵とは何かということですよね。 圧縮空気を利用した蓄電システムとは、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーで発電した電力を利用し、圧縮機で、まあ、モーターですね、空気を圧縮して高圧状態で貯蔵する仕組みだ。これが一般的な蓄電池における充電の役割を担うと。要するに電力で,です、ね、こう空気を圧縮して、ここに高圧な電、えー、空気をです、ね、どん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 こう入れていくということで、これが充電に当たるということですね。 一方、電力が必要になる放電を行う際には、貯蔵した圧縮空気で膨張機、発電機を回転させて発電を行う。実証システムは圧縮の際に発生する熱も貯蔵できるようになっており、放電時に再利用することで、重放電効率を向上させていると。これわかりますかねここに圧縮した空気を今度は、ね、放出するんですよ。プシューって感じで,で。その時にファンを回すんですけども、その時に熱も出るんですね。でその熱も利用して、 えー、充電というか電気にね、えー、使っていくということですよねで特別な機器を利用することなく汎用機器の組み合わせで構築できるのも特徴の一つだ今回構築した設備はオイルフリー式スクリュータイプの圧縮機と膨張機を採用したさらに気象侵入機属や、えー、有害物質を使用せず空気と水しか排出しないという点も特徴である えー、接続する再生可能エネルギーの電源の出力に応じてエネルギーの貯蔵量つまりは圧縮空気を貯蔵するタンクの容量を自由に組み合わせられるというメリットもあるこれはねすごいですよね、あのー、既存のシステムでこういった圧縮空気を使うもののシステムっていうのは結構いろいろあるっていうことでそういったものを使えるということと、まあ、出力の増減とかですねエネルギーの貯蔵量によってタンクとかですね圧縮空気を、えー、使うこの膨張器とか 圧縮機機ととととか防機の機械のの械大ききさいいううも決められるるここができるということですねで。エネルギー総合研究所は2015年6月から神戸製鋼所早稲田大学スマート社会技術総合研究機関と共同で圧縮空気を利用する蓄電システムの開発に取り組んできた今回実証に利用する設備はエネルギー総合工学研究所が設備構築を行い神戸製鋼所が機器の設計と製造を担当していると。 2015年からもうやってたってことですね。これがね、何がいいかっていうとですね、まあ、既存の設備を使うので、コストがかなり避けられるっていうことと、結構自由に設計できるということと、そういった技術のノウハウっていうのはも,もうすでにこう溜まってるってことですね。圧縮空気を使うシステムっていうのは、他にもいっぱいありますので、そこにこう応用を利かせたという形ですね。 こういういいのがね、ね。面白いんですよ、ね、やっぱりあの私もこうニュースをこういろいろ発表してきててまあ水素しかないよっていう話をね断定しちゃったりしてたんですけどこういうシステムっていうのが他にもまだいっぱいあるんじゃないかなと私は思ってるんですよだからこういろんな話題としてね盛り上げていきたいなっていうところもあるんですね、まあ、当然こういう研究をいろいろやっている機関っていうのはいっぱいあるでしょうし さらにですね、私なんかはそんなに利口の知識というのはほとんどないんで、まあ、ニュースをこうやって読み上げてですね、自分自身で学んでってる段階でもあるんですけどもいやこういうシステムって面白いですよね確かにこの機械っていうか設備自体ちょっと大型なのでもっと大きなものを作ろうとするとちょっと大,、ね、大変かもしれませんけれども、まあ、アパートとかマンションに接続するものとかちょっとした街の中のですね、こう蓄電システムを取り作る 作るって感じになるとちょっと面白いんじゃないかなと思うんですよねで今ある変電所の脇にこういうのを作るとかそういうことも可能じゃないですかねえだいろいろな発想を考えていくと面白いなぁと思うんですで、空気と水しか排出しないというところもすごくいいですよねやっぱり再生可能エネルギーっていうものは非常にそこの 環境に優しいというところもあるんですけども、蓄電システムでね、環境に悪いものを作ってたら意味がないよねっていうところですけど、ここもそういうところをクリアしているところが大きいと思います。コストもね、かなり削減できるんじゃないかなというところもすごくいいなと思っております。はい、これもね、ちょっと第2弾があるんですけども、えー、実際にね、風力発電と組み合わせてどうなるかっていうところなんですよね。はい、これちょっと面白いですよね。最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。